こんばんは。グッドリハスです。皆さん、マスクしてますね。この動画の内容は、あ、違った。グッドリハスのゆるふわゼミ、今回とその35回です。第35回です。この動画の内容は、毎回一人が一冊の書籍を紹介し、それを残りのメンバーと議論し、知恵を深めるというタイプの活動です。で、新メンバーをずっと募集し続けてますけど、また募集しますと、もう締めば20代の人を1人募集してます。よかったらぜひ、他の世代の方は皆さんみんないますので、はい、お願いします。それから、グッドリ博士スペース SNS スペース9月15日で検索すると、いやいや、見た。YouTube の今見ていらっしゃる YouTube の下の方に URL があるので、それをクリックすると参加できる SNS がありまして、ぜひ参加してください。はい、そこでみんな恋愛日記を書いたりとか相談したりして、それに僕とかミコリさんというとか風の竹内さんという、恋愛の達人たちがコメントしてくれます。はい、あとみんなで励まし合ったりしてます。はい、であと来週はお盆休み、あ、違う、再来週だ、すいません。あと自己紹介お願いします。はい、発表者のエプリルです。その隣に座ってます、あえこです。隣に座ってます、上連です。博士の隣のミントです。はい、映像を見たい人は SNS に入ってください。では、エブリーさんお願いします。はい、今日の本は、オンラインデートで学ぶ経済学という本でございます。うん、はい、著者は経済学者です。ですね、こちらはですね、まあ、経済学者がですね、オンラインデートを通し、オンラインデートを題材に経済学を語るというような非常に難しい内容でした。著者はポール・オイヤーさん、スタンフォード大学経営大学院教授、全米経済研究所の研究員、労働経済学ジャーナルの編集長も務められています。イェール大学で MBA、プリンストン大学で経済学博士号を取得。専門は組織と人材の問題を中心とする労働経済学で、近年の研究では企業のインセンティブプランの活用。何の研究では？近年の研究では、企業のインセンティブプランの活用、ストックオプションなど、解雇に関する法的制約の強化を受けた企業の対応といったテーマを取り上げている、本物の経済学博士です。はい、だから、この本は2016年に出ているので、はい、最近ですよね。最近ですね。翻訳家も紹介しましょう。土方奈美さん、日本経済新聞社で日本経済新聞日経ビジネスなどの記者を務めた後、モントレー国際大学院で修士号翻訳取得、米国公認会計士ファイナンシャルプランナー。あともう一人ですね、安藤さん、安藤なんて言うんだろう、この方は解説者ですね。まあいいや、これは割愛します。はい、ちょっと結局ですね、これはオンラインデートを題材にした経済学の本だったんですよ。ああ、そうか、はい、デートの本じゃないんです。はい、ということで、何かですね、今までで一番うまく説明できるか分からないという皆様のどっちかを期待しております。はい、じゃあ行きましょうか。はい、あ、一応このどういう本なのかっていうところのですね、内容紹介がいろんなアマゾンからとか出版社からの正し書きがありましたので、各論に入る前にこれを紹介します。はい、スタンフォードの MBA 教授がネット婚活に挑戦という、キャッチフレーズなんですけど、実際この人が別にネット婚活したわけではなく、ネット婚活を題材に、経済学の理論を教えてくれる感じがします。じゃあこの前の上鶴さんのなんか、はい、高齢独身者の本みたいに、はい、自分がやったことを本にしたわけじゃないんですね。はい、そうですね。なるほど。ただ、経済学の理論をもとに婚活へのアドバイスはたくさん載ってました。ああ、経済学の理論の観点からこうした方がいいよみたいな。はい、そして、基礎から最先端の経済理論を用いて結婚恋愛市場を読み解くと、人生のパートナー見つけた人すべてに送ると、で3人に1人の男性が生涯離婚、
経済学で婚活、恋活を制覇しようというところですね。これアメリカで3人に1人が未婚ってことですか？これはですね、まあ日本の多分日本人向けの紹介なので日本のことを言ってる気がしますね。でも現代が Everything I ever needed to know about economics I learned from online dating だから、うん、もう何でも経済の勉強になるよと、うん、私はオンラインデートで学んだけどねみたいなことですかね。経済やったのかな。知るってこと、うん、全てのことはオンラインデートから学んだって書いてます。あ、そうか。Everything I ever needed to know。 いや違うな、この人やっぱりやってますね、はい、そこからネット婚活食べるってこと。でこの方は20年以上も、まあ、マーケットについて研究して、それが日々進歩する情報経済の中でどのように変化していくかを見守ってきたんですが、まあ、この世に存在する市場の中でも一番魅力的なもの、つまり人生のパートナーを探すという市場に舞い戻ることになった。あ、ネット婚活してますねこの人は。してます。なんかあんまり出会いとかは何ですかね。やっぱこの人学者さんなんで非常に客観的な書き方をされており、この人が体験したのか誰が体験したのかよく分からなかったんですが、ちょっと振り返ってみるとされています。はい。で、それまで研究してきた経済理論はもはや抽象的概念や客観的統計データではなくなったと。この方、著者ポールさん自身が市場のプレイヤーとなり、経済学者が研究対象としている概念が実際に私や他のオンラインデートサイトの参加者の行動をどのように決定づけるかを考えるようになったというところで、これからの10章あるんですけど、10章で経済学に少し興味があるという方々に向けて、経済学の主要な概念、すなわち現代経済の在り方、そして我々の日々の暮らしを理解するのに欠かせない概念を説明していくということです。で、具体的にはサーチ理論、シグナリング、逆選択、チープトーク、統計的差別、熱い市場、ネットワーク、外部性などということです。はい。で、こうした概念は日々オンラインデート市場の参加者の行動を決定づけており、各章の冒頭ではこの市場から実例を挙げるということです。それに続いて各章では同じ経済学の概念が、例えば労働市場や eBay はあれですね、アメリカのオークションサイトですね、や、家を買うときなどにも見られることを説明していくと。つまり世界を動かす経済学をオンラインデートという切り口から学んでいきます。で、まあ、皆さんには本書を通じて経済学や現代社会について楽しみながら多く学んでいただきたいということでございます。じゃあデートに役立たないってこと？オンラインデートにはいつも役立てばとネバッチリって書いてある。はい、役立ちますね。ここで得た知識がオンラインデートに役立つってこと？役立ち、経済学の、論理を適用して役立ちます。なるほど。はい。しかも本人も実践してると。実践しています。独身なのかこの人。なるほど、気になりました。そうですね。ないか。はい。じゃあなんかなので一章あたりにつき一つの経済理論を説明してくれるという。はい。素晴らしい本ですこれは。なんで笑うんですか。いやいや、いつものエイプリーさんだなと思って。やばいです。はい、じゃあどれからいこうかな。まあ前からいきましょうか。いやこれはねちょっとやっぱ難しいですね。はい、じゃあまあ10個あるので前からいくんですが、あれですよ、多分時間内に10個全部いかないと思うので。いや全部時間ないですよ、はい、特にこう、そうですね、心を掴むやつみたいな。はい、ですね。というところでちょっと抜粋してやってきますね。はい、はい、じゃあまず1章、手を打つべきタイミングを見極めるサーチ理論ということです。はい、これがですね、まあすごいこの本親切なのところはですね、要約が各章についているというところです。要約ね、それはいいですね、はい、そうなんですよ。そこを読めば大体わかるってことね。そうなんです。あ、それ日本の出版社が入れたかもね。そうかもしれないです。そこ読んだだけだろうと思って。なんで送ったんですか。わかります、僕もそう思ったもん。僕もそう思ったけど言わなかっただけだ。でもそれって結構重要、それで、それって僕の本とかにもなんか、一章ごとにまとめに書いてある、うん、それも編集の人が言ったんですけど、うん、
それだけで買う人もいるんですよね。立ち読みするときにそこ読んで読みますよね、うん、だから分かりにくくても最後にまとめてあると分かってるのが気になるんで、あの編集者がそれ入れてくれるっていうか、そうそう、だからそれはいいことですよ、うん、はい、そうなんですよ。いかにエプリーさんがすごく効率的な読み方を携帯的な読み方をしてると本当ですね、まとめ理論みたいなやつ、うん、そうですね、ありがとうございます、はいはい。で、まあ、サーチ理論とは、うん、目の前の最適な選択肢を受け入れるか、あるいはさらに模索を続けるか、うん、まあ、我々が直面するトレードオフを分析するのが経済学のサーチモデルということです。うん、うん、なので、まあ、具体的に言うと、うん、今付き合ってるこの人と結婚するか、他の人を探すか。他の人を探したらもっといい人が見つかるかもしれないけど、うんうん、でも見つからないかもしれないですよね。そうね、そう、だから不確定な未来だよね。そうそうそう、なんですっていうのを、うーん、まあ、そのトレードオフを分析するのがサーチモデルと、うん、サーチ理論というものです。知りたい、その、はい、どういう割合でバランスで、うん、それを探すのかっていう、うん、鍵を切るこれ、うん、そうなんですよ、はい、あ、すいません、どうぞ、はい、あ、そう、誰かが侵入してくるかもしれないかな、はい。で、サーチという活動にはコストがかかるため、求めているものがどこかにあっても見つけられないことも多いと、うんうんうん、まあ、その結果、とても条件がよく魅力のある人が大勢独身のままであったり、うん、確かに潜在能力の高い人が失業していたり、うん、そう、まあ、これは婚活に限らず、とても素敵な家が売れずに放置されたりすると、うんうん、いうことなんですよ、はい、うん。で、サーチ理論は、まあ、結局その手を打つべきタイミングを見極めるというか、まあ、その誰で決めるかみたいな、誰、そうです、この人で手を打っとけみたいな、そうです、そうです、うんうん、はい、はい、ってところなんですよで、じゃあどんな人が目の前の相手で手を打ち、どんな人を探し続けるのかというところを経済学的に説明してます。おお。はい。で、経済オイコノミアみたいなってきたな。え、なんですか？オイコノミアっていう NHK の番組があって、マテオシとかが出てて、そういうふうな、なんかデート理論みたいなのを経済学的に説明したりする。あ、そうなんですね。うん。はい。はい。経済学的に言うと、なかなか手を打たない層というのは、サーチコストが一番低い人々ですと。うん。はい。なるほど。どういうことだろう。ってことは、サーチコストが高さに感じる。サーチコストが低い人々。ああ、でも探すのが今理解しやがる。やばい。はい。まず例えばオンラインデートの世界でこれを言いますと、まあ、なんですかね。探すことが好きな人たちもいますよね。いますね。はい。うん、まあそういう人たちは探し続けます。はい。うん、まあなんですかね。探すこと自体が楽しいみたいな、うん、ことで。まあ、そのオンラインデートサイトでいろんなプロフィール見るのが楽しいとか、楽しい、ね、まあ、それって例えばその何ですかね、週末ショッピングカタログを眺めるのが好きな人もいますし、うん、まあ、そういうこと自体が苦じゃない方っていうのはずっと探し続けますね。あー、はい、サーチコストが低いってその人にとってそんなに疲れないし、疲れないってことです。探すのが楽だと思う人は探し続けると、はい、はい、そうなんですっていうことが、なので、うん、なので、まあ、探すこと自体が楽しいっていう人はなかなか手を打たないでしょうと、はい、うん、はいっていう時は大抵みんなが納得しないかもしれないそうでも、はい、あるある、うん、だから探すのが面倒な人は目の前で決めちゃうんだと、うん、でも探すのにそんなにコストがかからないと思ってる人は探し続けると、うん、僕も確かに物を買う時に Amazon と楽天と、うん、なんだっけ、いろんなね、ロコだっけロハコとかいろいろ探すもんね、うんうん、私探せないんですよ。ってことはすぐ手を打つ。もう仕事でなんか3社ぐらい見積もって決めたいとかした方がいいんですけど、うん、探すのがもう面倒だからもう、うん、もう1社でもうお金が高くついてもいいから、うん、もういいやって、うんうん、すぐ結婚相手決めれる人ですね。そうかもしれないですね、確かに。でも時間帯ね、ってことはサーチコストが高いと思ってる人の方がいいってこと？なんかですね、そこはこの人は読者に任せると言っていてですねはい、OK、そうなんですよ。なのでタイミングはどこがいいかって教えてくれないんだ。はい、まあ、それはそう、そのヒントも欲しいよな。
その、まあ、いわゆるこの人は紅葉最大化って言ってるんですけど、まあ、要はその労力をかけて探すことと、まあ、目の前の人で手を打つのと、まあ、どっちがメリットが大きいかっていうのは皆さん自身にお任せしますと、はい、言っています。でも例えばその出会い系サイト、まあ、デーティングサイトとかマッチングサイトで探すのと、わざわざ出かけて行って探すのでは、デーティングサイトで探した方がコストが低いよね。うん、そうですね。だからコストも同じ1時間をどう使うかっていうのも違うもんな。うん、そうですね。でもそれで、僕が気になってるのは、探せちゃうじゃん、そのデーティングサイト、マッチングサイトでは、はい、そうすると、なんていうかな、それが楽しくなっちゃって探し続けるから良くないって言いたいのか、うん、そうでもないのか、うん、そういう心理的なそのなんていうか良くないこととか良いことっていうのは関係ないのか、うーん、そこは触れてないと思いますね。うん、そこまで発展してないですね、はい、サーチング理論っていうのはすなわち何なんだろう、サーチ理論、サーチ理論、ね、うん、そんな、まあ大丈夫タイミングを見極めるってなってるから、うん、その見極めるなんていうんだろう、ポイントみたいなのは紹介されてないんですか。ポイントは紹介されていないと思うんですよね、これは。手を打つべきタイミングを、なんかですね、なんか経済学者に2つ、経済学者の見方と経済学的なものの見方をしない人の考え方は紹介されてますと、うん、で経済学者は、まあ、人は合理的だから、うん、あらゆる人は入手できる情報に基づいてできる限りその人にとって最高の意思決定をすると、うん、いうことを言ってます、うんうん、なのでまあその人はそうですね、そのまあ経済学的な考え方ですよね、はい。でまあ、一方経済学的なものの見方をしない人の中には、まあ、世の中にはそういうなんですかね、手を打つべきタイミングが分からない人っていうのが大半というか、まあ、そういう人が多いから、まあ、そういう人はその結果独身のままで子供を持つ機会を逸する人が多いと言っていますと、うん、はい、じゃあサーチ理論を知ってないよりも知っている方が適切なタイミングで相手を選べるってことですか、うん、効率よく。いやそこはですね、うん、先ほど申し上げました通り、はい、この読者の皆さんに委ねると言ってるんですよ。なるほど、はい、でなんか例えば女性はさっさと身を固めるべきだと説いたゴッドリーブっていう人がいるらしい、うん、ゴッドリーブが正しいのかもしれないし間違っているかもしれないと、はい、うん、まあ、ただこの人たちこの人が言える唯一のことは、うん、パートナー探しについて一つだけ確かなことがあると、あなたが合理的な人間であるかどうかに関わらず、サーチ理論によると手にしていたチャンスを見送ったことを将来後悔する可能性は厳然として存在する。じゃあその経済学におけるそのサーチ理論っていうのが、うん、婚活っていうかそういうオンラインデーティングのこういうふうな形で現れているよっていう、その経済学のやっぱ説明、そうですね、経済学の説明ですね。じゃあ我々どうするの？そうですね、くれないんですね、くれないんだ、金銭学の説明をしてくれるってことなんですね。まあ、ただ恋愛に関するアドバイスとしては、うん、そんなこと一時ずつ結局まとめのページでは、お、それそれある段階で探すのをやめ、まあ、それそうだ、今一緒にいる相手を愛そうと言ってます、うん、まとめ、そうだ、うん、以上、うん、ちょっと待ってよ、だからそのサーチ理論のウィキペディアによると、はい、はいはい、まあ、これ読んでも分かんないんだけど、まあ、言いたいのは、はい、そのサーチっていう、まあ、その最適な相手を探すのには、はい、まあ、それなりにコストがかかりますよと、はい、で、まあ、数学的に最も良い妥協点というのを見出すために使われるのがこのサーチ理論、はい、っていうことなんですよ。だから、はい、いつまで探して、いつで手を打つかっていうのを、うん、まあ、決めましょうってことですね、うん、そうですね、それは、うん、例えば、うん、例えばですよ、これは全然数学的じゃないかもしれないけど、うん、1ヶ月探し続けましたと、うん、で、ここであなたが得た、うん、最高の人っていうの以上の人はもう出てこないでしょうと、うん、
だとしたらもうサーチをするのやめて、これまでできた人と同じレベルの人で手を打ちましょうみたいな、だからサーチすること自体のこれ以上コストかけても無駄だっていうのを決めときましょうってことですかね、うん、僕だったらその商品を選ぶときに価格コムで見て一番安かったらそれに決めるみたいな、はい、そう、そうそうそう、複数に比較サイトまとめたいな、うん、あの価格の比較サイト、比較サイト、そう、比較商品のね、うん、だからなんだろう、1ヶ月マッチドットコムでいろんな男性と会って、うん、これぐらいの相手と会えるんだろうなと思ったら、うん、もうこれ以上コストをかけてもそれ以上の人は現れないんで、うん、次に会ったら同じぐらいの男性と結婚しようみたいな、うん、そういう風な最適な妥協点を見出しましょうってことですかね、うん、ずっと探し続けずに、そうです OK はいということで次行こう、はい、次行きます。第2章チープトーク、これが知りたかった本当ですか。いやなんかチープトークって面白そうじゃん、面白そう、そうなんですね、ごまかし明らかな嘘うん、気になる。で、まあ、これオンラインデートなんでの本なので、うん、まあ、みんな結構デートサイトのプロフィール作るじゃないですか。作りますね。はい。うん、で、何ですかね。模範的な感じ。で、結構みんな、あれですよね。結構自分をよく見せようとして、うん、まあ、例えば、何ですかね、バツイチなのに独身って書いちゃうとか、なんか喫煙者なのに、うん、ノンスモーカーですって書いちゃうとか、まあそういうことがありますよねと。まあ、事実この人はちょっと喫煙者だったけどタバコ吸わないって書いちゃったよと、うん、はい、で実際他の人たち見回すとみんなそういうことを書いてるよねと、ちょっとなんていうか、うん、持ってますよねっていう話を持ってると、はい、うん、持ってます、年齢を盛る下目に書くとか、うん、はい、やってるね、そうそうそう、うん、そうなんです、うん、でまあなんでみんなそういうことをやってしまうのかと、はい、いうことですね、うんうん、はい、でそれがチープトークで説明できます。お、はい。うん、うん、はい。はい。そんなに言ってもみたいな。チープトークとは。チープトークとはですね、私の好みと私が振り向かせたいと思っている女性たちの好みの潜在的食い違いを検討し、特定の状況で情報を隠す、あるいは真っ赤な嘘をつく方が良いか否かを分析するためのものです。わ、うん、からん。うん、で私に関する事実と私が出会いたいと思っている女性たちが魅力を感じそうな事実とは大抵一致するため、プロフィールのほとんどについてはさっとそして詳しく記入することができたと。ただ時として正直な回答と私が魅力的に見せたいと思う女性たちが魅力を感じそうな状態とは食い違うことがあると、はい、うん、ということで、うん、相手が好みそうな自分の情報を加えたり、そうなんですよ、当てないとこは隠したり、そうそうなんです、そうなんです、それをチープトークというとい や, しばらく見てよ、はい、違います、あでもそうです、というかなんかそうなってしまうことのなんですかね、現象の名前がチープトークです。そう。なので、まあ、相手との利害の食い違いを分析して、特定の状況で情報を隠したり、真っ赤な嘘をついたりする方が良いかを分析する思考的枠組みです。なので、あるときは、まあ、正直に、まあ、この人の場合は、例えば自分が大学教授ですみたいな方が言った方が、多分、こう、女性にモテるし、あ、でも喫煙者であることは隠した方がいいかなって思ったときは、そこは、非喫煙者って書いてしまうっていうのが、はい、でも教授っていうのは本当なんですよね。本当です。じゃあそれもチープトークの、うーん、嘘がチープトークの、それともそういうことじゃないの。あ、ですね、全体的には正しいことを書いても一部嘘をついてしまうってことをチープトークって呼んでます。そう、だからそれチープトークをどうすればいいの。そうですね、それは皆さんの手に委ねますか、言わないでくださいよ。言ってるのは、まあ、そういうチープトークって現象が起こるから、うん、まあ、みんなプロフィール持ってるって思いましょうっていうのが結論ですね、うん、自分がオンラインデートのプロフィール出さなくてもいい。まあ確かに直感的にそういうものだよなって分かると思うんですが、鵜呑みするなと、はい、そういうことです、う
なぜならそこに参加する人たちがチープトークの、はい、心理が心理が働くからです。たまに刺されても大丈夫だ、うんうん、そうなんです。だからどうすればいいの？だから向こうがちょっと嘘ついてるかもって思って、まあ、ブラウジングしましょうと、はい、ブラウジング？ブラウジ、まあそのプロフィール見ときましょうみたいな、まあ、話半分で聞いときましょうっていう結論になります。うん、そうなんだね。はい。そうなんです。結論、みんなもやってるのでプロフィールでの多少の誇大広告はあなたがやるとしても問題ありませんと。うん、まあ、ただしやりすぎるとあのバレた時あっさり振られるので注意しよう。でそのチープトークっていうのは、はい、また、はい、これもそのウィキペディアにあるんですね、はい、チープトークとは、うん、ゲーム理論におけるゲームの利得に直接には影響しないようなプレイヤー間のコミュニケーションのことである。だから、うん、本当にその相手に勝ったり負けたりするゲーム理論っていうのは実はあるんですけど、うんうん、あのまあいいか。でそのゲームの勝ち負けに関係しないような情報ってことですかね、そういうコミュニケーションっていうのがあると、それをチープトークというと。だから何なんだろう。でもなんかその影響しないって、このこっちのゲーム理論の方は影響しないかもしれないけど、うん、そのオンラインデートでもしその、うん、まあ、プロフィールが大体本当だったとしても、うん、なんか自分が重要視する項目をそのチープトークで嘘つかれてたら、うん、影響しますよね。チープトーク、例えば大学教授っていうのはがチープトークに入るか入らないかだよね。嘘のことをチープトークって言ったわけじゃないんでしょ。さっきは大学そもそもその何プロフィール全体がチープトークってこと。うん、そうです、はい、あの、うん、でまあ全体的に本当の書いてもことを書いたとしても一部あの何ですかね、自分のターゲットとなる女性受けを狙ってちょこっと嘘を交えてしまうっていうのが、うん、もうチープトークです。それ全体がそうなっちゃってる。なぜかというと、はい、見てる方からはどちらか確認できないので、うん、その情報自体がもうもはや、参考にならないってこと、うん、あ、参考にならないというか、まあみんなちょっと話持ってるよっていう。 OK、 はい、現象チープトーク。そうです、現象チープトークと言います。うーん、難しいね経済学。経済の説明なんですね。うそういう現象が起こっていますと、オンラインでは、はい、うん、だから物を例えば中古車を売るときにも、うん、その中にチープトークっていうのがあるんだろうね。うーん、うん、あ、そうかそうか、うん、囚人の事例、うん、なんかなんかあれですよね、オイコノミアとかでも、うんうん、たまにその経済学の先生が出てきて、うん、なんかマタユさんと話すときに、はい、なんかその経済学ではそのうん、まあ特定 の, その主体がどう行動するかみたいなのを考えないといけないから、その主体は常に合理的な行動をするって仮定していろんな理論をあの説明してるけど、経済学では、うん、はい、だけどこのオンラインデートとか実際 の, その経済活動とかって、うん、その合理的な選択だけじゃなくって、うん、感情とか、うん、その人の選択とか、そうそう、生活、うん、思い込みとか、うん、とかあるから、うん、それでこうズレが理論とその実際の現象とのズレが出てくるじゃないですか。いや、そんなことない。そんなことない。そんなことないっていうのは、そもそも、全ての人が合理的に動くってこと自体が、うん、間違ってるっていうのは経済学でも言われてることなんです。あ、そうなの。はい、なので、例えば特定の人としか会えないとか、うんうん、実はタバコを吸わないようにするとか、そういうのも経済学の中に入ってます。うん、あ、なるほど。じゃあその経済学の中 の, そのなんか行動経済学ってあるじゃないですか。はい、そう、行動経済学。そういうので説明できるって感じ。そういうので説明、そういうのでも説明できる。うん、例えばなんだっけ、中古車屋さんしか持ってない情報を、うん、お客さんが持っていないと。だからそこでそのなんか情報を嘘をつけたりする、ごまかせるっていうのも経済学で扱ってるんですよね。何の質問だっけそれ。あ、何を聞こうとしたの。オイコノミアでやってるよってことね。あ、そうそう、だからその例外的な話、理論は適用できるけど、うん、その例外があるよっていうことも一応その経済学として仮定されてるってことですね。仮定っていうかその、うん、そうね。